デカ盛り以上の寺盛りがある。ラーメン店、気になりますよね。つけ麺やどっつに行きましょう。このチャンネルでは47都道府県、6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や、新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると、励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人、ブログもよろしくね。JR 東海道線三島駅から車で9分。国道1号線沿いにあるラーメン店。交通量はめちゃめちゃ多い国道沿い。サントムーン柿田川や、柿田川公園のすぐ近く。目の前には山岡屋があり、他にも以前神丼だった場所に移転した麺屋中川本店。開店前から行列ができるラーメン店、ゆきんこラーメン、超人気ラーメン店、味噌ラーメン専門店柿田川ひばりなどが比較的近いです。他にもラーメンロタス、ラーメンイノシシなども同じ清水町内。こちらの2店も行列のできる人気ラーメン店。すごい地域ですよね。つけ麺やどっつは以前大正軒三島だった場所。大正軒三島の店主だった石井さんは東池袋大正軒の創業者で、ラーメンの神様と呼ばれた山岸和夫さんの愛弟子と言われた方。現在は外国でラーメンを作っています。山岸和夫さんは品そば屋創業者で、ラーメンの鬼と言われた佐野実さんがラーメンの世界で唯一尊敬する人物と公言しています。そんな流れで東池袋大正軒の流れを汲んでいるお店なのです。つけ麺やどっつのメニューにはトロフルつけ麺がありますが、これって池袋にあったキングコングのメニューなんですよね。キングコングとは東池袋大正軒の2代目店主飯野さんのお店でした。当時大正軒で修行していた石井さんが考案したメニューだったそうです。大盛り毎日無料の看板が目印。つけ麺やどっつの外観にはうっすら大正軒の文字が見えます。静岡県駿東郡清水町八幡162-1。店内入って左側に券売機があり、カウンター7席、テーブル8席で合計15席、女性店主さんのお店です。主なメニューは先ほど名前が出てきた、トロフルつけ麺とクラシックラーメン、クラシックつけ麺、台湾混ぜそばなど、限定メニューもあります。クラシック野菜つけ麺。メニュー名にクラシックがつくと大正軒の味になります。大盛り無料でしたが並盛りでいただきました。血糖値の急激な上昇を少しでも防ぐため、まずは野菜からいただきます。麺の上には刻んだ海苔が乗っていました。漬け汁には野菜が多数入っていて、ネギ、メンマ、ナルト、
チャーシューなどが乗っていました。まずは麺だけでいただきます。漬け汁のベースは魚介系がほんのり香る甘酸っぱい味。これこそが大勝軒の味。この甘酸っぱさが癖になり、一度食べたら忘れられないのです。豚や鶏などを長時間炊き上げ、肉の旨味を凝縮させています。そこに煮干しやサバ節、香味野菜などを加えることで風味とコクをプラス。ダブルスープにすることで豊かな味わいになってるんですよね。漬け汁自体はあっさりでさらっとしていますが、出汁感が感じられる奥深い味わいなのです。そこに提供直前に炒められた野菜が入り、香ばしさが加わります。野菜はキャベツやもやし、人参など。野菜の量は結構あり、器一杯に入っていました。シャキシャキしていて美味しいです。自家製麺は中太麺で、麺の量が選べます。並盛 250g、 大盛 350g、 特盛 500g、 メガ盛 750g、 テラ盛 1000g となっていて、大盛まで無料。富士山の伏流水である柿田川水系の水が使われています。小麦粉は大勝軒御用達の勝どき製粉麺版をベースに、国産の中力粉や準強力粉などをブレンドしています。冷水で締められた麺はツヤツヤとしていて綺麗な見た目。開け方がわからず戸惑うおじさん。胡椒豆乳で甘酸っぱい味が少し引き締まりました。ツルツルシコシコの麺は小麦の風味豊かなもの。加水率はやや高めでもちもちしています。チャーシューはかなり大きく、しっとり柔らかでジューシーなもの。国産豚肩ロースを秘伝のタレに漬け込んで低温調理されています。それにしてもこの麺が本当に美味しい。麺が主役だと思わずにはいられない一品。次がなければ大盛り食べたかった。最後の方で卓上にあったレモン酢を加えましたが、爽やかさがアップしてとてつもなく美味しくなりました。もうちょっと早く入れてもよかった。次回は寺盛りにチャレンジです。静岡県駿東郡清水町のつけ麺屋ドッツ、国道1号線沿いにあるラーメン店つけ麺屋ドッツは、以前大勝軒三島だった場所で、大勝軒の店主だった方の味を女性店主が引き継いでいます。メニューのとろふるつけ麺は大勝軒三島店主だった方が考案したメニュー。限定メニューもありました。クラシック野菜つけ麺。メニュー名にクラシックがつくと大勝軒の味になります。大盛り無料でしたが、並盛りでいただきました。漬け汁は魚介系がほんのり香る甘酸っぱい味。この甘酸っぱさが癖になり、一度食べたら忘れられなくなります。そこに炒められた野菜が入り、香ばしさなどが加わります。野菜の量は結構あり、器一杯に入っていました。自家製麺は中太麺で、麺の量が選べます。小麦粉は大勝軒御用達の勝どき製粉麺版をベースに、国産の中力粉や準強力粉などをブレンドしています。
もちもちしていて本当に美味しい。チャーシューはしっとり柔らか。卓上のレモン酢がよく合います。次回は寺盛りにチャレンジですね。